先月東京江戸川区の区議選で新風を吹き込んだ人物が上位当選を果たしたのはインド出身のヨギさんです。なぜ江戸川区でこうした政治家が誕生したのか、その背景を取材しました。こちら今取材が殺到している男性、その思いは熱い。外国人と日本人の架け橋になっていきたい。インド出身のヨギさん、本名プラニク・ヨゲンドラさん。この間の江戸川区議会選で初当選した。得票数は立候補した58人中なんと5番目となる6500近くに達した。すっごいびっくりでした。本当にびっくりです。もう涙出ましたよ2001年から日本の IT 企業で働き始めたヨギさん、転機となったのは2011年の東日本大震災。多くのインド人が一時帰国する中、ヨギさんは被災地でのボランティア活動に励んだ。インドに帰りたいと思わなかったこと、手伝いたい、自分が一緒にいたい人たちはここにいるんだ、この国にずっと住んでもいいかな、そういう頃かな。日本国籍を取得したのはその翌年。そして日本のために尽くしたいと区議選に出馬した。選挙終わったら政治家を見ることありますか？ありますか？ほとんど消えますよね。私は約束します。子供、大人、年配者、外国人、みんなを含めた意見交換会を毎日毎日開催します。江戸川区にはインド人4400人余りが居住、その多くが支持者だ。しかし日本に帰化して選挙権を持っている人は少ない。よその国から来て自分の国を捨てて日本のためになんか頑張ろうとしてる人、まあ、人懐っこいので若い人が寄ってくる。今日の取材中もたまたま支援者と出会った。ヨギさんはそのインド人のためにじゃなくてみんなのためにっていうのが、外国人も多い江戸川区で周りの国も期待を寄せる。多様な人にとって生きやすい社会の実現に貢献していきたいと思っています。みんなが幸せに暮らせるような、江戸川区にしていきたいとそう思っています。外国人労働者にも門戸を開き、多様化待ったなしの日本。ヨギさんはその架け橋となるのかもしれない。